デザイナー視点としておすすめしたいホテルっていうのをご紹介したいと思います。まず一つ目、エースホテルですね。まあ、これはもう定番中の定番で、インダストリアルなデザインといいますか、少しそのアメリカの古いプロダクトのデザインだったり、そういったところが採用されている内装になっておりまして、何が特徴的なものかといいますと、エースホテルの1階ですね、に入ると、まず天井高がかなり高くて、広いラウンジ、ロビーがあります。でそこはもう壁、天井、基本的にもう真っ黒に塗られていて、もともとあったその建築的な白い柱だけがあるような状況です。でそこにこうブワーッとテーブルとかが並んでいて、まあ全体的に暗いんですよね。ただそこにいろんなカフェがあって、コワーキングスペースみたいな感じでコーヒーとか頼みながら、そこでこうフリーランサーがこうパソコンを広げて仕事をしていると。ホテルができた時って今ほどそこまでコワーキングとかって盛んではなくて、そこからこう徐々に広まっていくカルチャーの一つの発信源の一つなのかなっていうふうに思います。